一つ目はですね、サムスプリングツール UI というものになります。はい。まずアプリを入れまして、アプリを開けます。そして一番上のとこですね、チェックを入れて、オンにして、許可っていうところですね。これ、こちらオンにする。そして次にですね、こちらもオンにすると、閉じた時にですね、この右下にマークが出てきますので、これをポンと押すともうすべてのアプリが開けるようになるっていう感じですね。はい。二つ目がカバースクリーン OS というものになります。はい、こちらアプリ入れまして開けます。そして Yes。で、Google のアカウントに紐付けます。でですね、また画面開くんですけど、上から順番にですね、押しまして、また、アプリの名前のところの権限を許可、戻って、押しまして、インストール済みアプリですね。こちらを押して、カバースクリーン OS のところをオンにすると。はい。で、許可にして戻って、で、三つ目ですね。三つ目のところも押して、許可にする。カバースクリーン OS のところを許可にするですね。はい。で、戻りますと。はい。で、これも、今回のみとかアプリ使用時に設定していただいて、この画面になったら戻ります。そして、戻ると、画面をタップするとですね、すべてのアプリが開けるようになります。でこちらですね、もう一つこう設定ができるんですけど、右の方から開くとカレンダーですけど、真ん中のところから右にスラッシュすると、ウィジェットをですね、設定できるようになって、まあ、二つ目の便利な機能なんですけども、すべてのアプリを表示するだけじゃなくて、まあ、ウィジェットをですね、こちらのサブディスプレイに追加することができます。例えば、天気のですね、天気を追加してみると、真ん中からスラッシュですね、こんな感じで、天気のウィジェットを追加するってもかなり便利ですよね。はい。いかがだったでしょうか。二つのですね、サブディスプレイにアプリを表示する方法をお伝えさせていただきました。ですね。参考になったという方はですね、いいねとコメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。